はい、どうも、エタです。今回はちょっとね、とある壮行会に参加させてもらってるんですけど、今シーズン TC2002 回目。で、まあ、意気込みとしては、新品052を履きますんで、まあ、71RS だったんで、前回。それと052の違い。あと、新品タイヤっていうのを、美味しいところをちゃんと使うってことをやったことないんで、まあ、新品タイヤがどれだけ美味しいのか。あとは、変わった点は何だろう。そんぐらいかな。あと、6点式のハーネスにしました。結構体動いちゃうんで、ちょっとね、ここの、こういう、ちょっとたまたま殺しの6点なんですけど、ちょっとね、まあそんな感じでやっていきます。で、目標としては1秒5を切りたいなという感じです。はい、今日はね、こちらの新品052を用意したので、こちらを履いてアタック、まあ 71RS とのまあ単純なまあ比較と、あとはまあ新品の恩恵というので、まあ新品タイヤを履いてちゃんとアタックしたことないんで、ちょっとそれでどれぐらいタイムが上がるかっていう感じですね。落ちる可能性もあるとは思うんですけど。で、一応ね、ナットもね、今シーズンからちょっとまた新しいナット屋の同じやつなんですけど、ちょっと新しくしようかなと。はい。で、こういうように6点は、ベルトを2インチにしました。ハンスがね、こうかかるように細いやつ。今まで3インチだったんですけど、2インチにしました。まあ、また安いんで、サベルトで揃えました。で、あとね、トランクがね、やっぱ結構動いてしまうんで、ちょっとこれで、ちょっと固定してみようかなという感じです。ちょっと飽きそうな音するんですよね、ガタガタ。で、ここ見えるかな？もうね、欠けてしまってるんですよね、塗装が。こことか、ほら。こんな感じで。こんな感じで、今回からは ZE40 をちょっとサーキット用にしてるんで、いつも普段見るホイールがサーキットでしか見れないという感じです。そうそう。あとね、これね、この前ね、ちょっとね、友達にね、タンプレでもらったんですけど、この添加剤、ちょっと、最高速で計測、まあ、パワーも上がる、エンジンフィーリング、パワートルフ感など、向上って書いてあるんで、まあね、たかが知れてんじゃないですか？ちょっと何キロ上がるか楽しみですけど、ちょっと後で、まあ、まず一本走って、その後入れてみたいと思います。今ね、1本目ちょっと走れずに、
エア抜きやってたんですけど、多分ブリーダーがね、ちょっと緩かったのかな。真ん中になんかブレーキ液量低下っていう警告出ちゃったんで、あ、これダメだ。走れねえと思って、一枠目はちょっと無駄にしちゃいました。次、二枠目行きます。っていうかまあ実質1本目なんですけど、まあ、ちょっとベストは更新できずに、なんか新品のねフィーリングがちょっとね全然分かんなかったのかな。グリップ感が全くなくて、で終わった後に空気圧 2.4 だったんで、まあそこが間違いなくダメなのと、あと減衰はね伸びとバン、バンプとリバンプ伸び縮みを全部5戻しぐらいにしてたんですけど、それがちょっと硬すぎて、フロントが沈まないでアンダーっていう感じになってしまってたんで、結構ね減衰緩める方がいいと思います。はい、なんでちょっと新品次一回冷まして使うんでグリップかなり来るのと、あとちょっとその減衰を見直してちょっとアタックしてみようと思います。本目、まあ3本目なんですけど実質2本目、1分1秒683、セクター1もセクター2も多分実行ベストなのかな。でやはりちょっとまだアンダーが消えなくて、最終コーナーも結構アンダーが辛い状況で、11秒1とちょっとベストのコンマ1秒落ちになってます。で一つ変えた点があって、アタック開始時の最終コーナーの入り口を、今まで4速でちょうどコントロールラインぐらいで5速入れてたんですけど、そうするとやっぱロスということで、最終コーナーを開始だけちょっと5速でずっと立ち上がって加速したことによってちょっとスピード稼げたんじゃないかなという感じです。で感触的にはまだコンマ 2,3 秒はいける感触はあります。はい、で空気圧も一応フロント 2.1 リア2キロぐらいで合わせるように
してます。そうするとだいぶこう沈み込んでくれて、まあ荷重オーバーにならなければいい感じでちょっと押さえつけられてる感じはあります。でどうしてもやっぱダウンロップが苦手なんで、そこさえちょっとクリアできればもうちょいねタイムアップできます。でダウンロップは、ダウンロップから80R か、80R はねちょっとピッチングが今まですごかったんですけど、05に結構ヌルヌルするんで、それがねちょっといい感じに効いてくれて、滑らかにちょっと走れています。結構ニュートラルな感じで走れていますね。で添加剤変わったのかな、これ効果コンマ6とコンマ4秒ぐらいか、最高速。まあそれの効果なのか、2部屋の立ち上がりがうまかったのかちょっとわかんないんですけど、ちょっともう一本最後あるんで試してみます。セクター1と2はねベスト更新してないんですが、セクター3、まあ、自己ベスト更新してないけど、まあ、今日のベストはセクター3更新して、まあ、やっぱりちょっと減衰ですね。ちょっと沈み込み伸びすぐ伸びちゃうような感じになってたんで、ちょっと沈むようにセッティングしてもらって、今日ね実は山郷さんも一緒に来てたんで、ちょっといろいろ教えてもらいながらちょっと減衰のセットしてもらって、まあセクター3はどんどんいい方向に行きました。でやっぱり一本をね綺麗にまとめるっていうのはなかなか難しいんで、まあ、もうちょっといけそうではあったんですけど、こんな感じです。4本目は、はい、今日ね15分4本をまあ、4本、1本走ってないから15分3本かこう走ってみての052の減り具合なんですけど、まあそんなに減ってないっすね。でしかもやっぱねこのピックアップの少なさがね優秀ですね052は。はい、で 71RS と比べてなんですけど、基本的にまあグリップは変わりません。で何が変わるかっていうと、あの 71RS 横グリップとか、まあ、縦もそうなんですけど、ギュッとグリップを掴んでる時のなんだろうな、ピッチングが結構跳ねてしまうのがあるんですけど、逃げないんで05にはねそれがねちょっとぬるっとねぬちょっとぬるっとして逃げるじゃないですけど、ぬるぬるしてねコントロールはまあしやすいんですよね。スライドした時とかね。そういう感じで 80R とかも結構ピッチング出てたのが、結構ニュートラルで、ヌルヌルする感じで、跳ねなくて、とてもちょっと扱いやすい感じはありました。まあそのピッチング出る条件に持っていくと、まあもちろんピッチングは出るんですけど、まあ基本的に扱いやすいかなっていうのは思いました。で、空気圧もね、まあ、今回は 2.1 ぐらいで走ったんですけど、まあ、そのぐらいでいいのかなっていうのはあります。はい。ですね。それで、ちょっとね、ブローバイの方がね、結構 TC2000 来ると、吹いてしまっていたんですけど、今回ね、走ったらね、吹いていなくて、ちょっと
とね、こちらのね、今回フィラーの方をね、戻るやつをつけてたんですけど、今回ちょっとそっからね、オイル上がってきちゃって、出ちゃってるんじゃないかっていう判断をして、今回こっちにしたら見事に的中。こんな感じで、ブローバイっていうかもうオイルが普通に出ちゃってただけだったと思うんで、それを問題は解決できましたんで、それはちょっと良かったなと思います。っていう感じで、以上です。